始まりました桃の洋介ピンクチャンネル <laughs> ま、あそんなね、あの、ピンクチャンネルとか、あの、言ってますけど、ご、今、あのね、ま、流れてるのはその、23時なんですけど、午前中です。本当ね、申し訳ない。あの、先に謝って、 きますけど本当は生配信でやりたかったんですよ。ただ僕もこの、なんていうんですかね、このウブな YouTube のルールを知らずですね、なんか24時間その設定されるまでにかかりますと。で、それに気づいたのがですね、えー、っと、本当にあの昨日の 3, 3時、夜中のね、 夜中の3時ってことで24時間後ってなると、これ3時に生放送ってね、誰が見るんだっていう話になりましてね。それであのー、まあ、今回ですね、ちょっと生っていうのをちょっと、えー、やめてですね、半生放送っていうことになります。桃野洋介です。はい。 それなんで、ちょっとね、なんかこう、2点3点とかね、なんかこう、いろいろね、情報がね、こう、錯綜して、ほんと申し訳ないですけど、まあ、めでたくですね、えー、本日、えー、ニューアルバム、えー、桃のバンドエイドがリリースされましたーねっねっ あの、非常にですね、僕、ま、今回は、ま、フルアルバムっていうのが、えモノブライトの2016年に出た、ブライトグラウンドミュージックっていう、えアルバム。それぶりに、こう、がっつりとした、ね、アルバムを作った、えいうことなんですね。だからこれね、で、このジャケットもね、こう、恐ろしく、ほら、この、 見え、見えちゃうんだ。こうやって見せようと思ったら、このね、プラスチックにこうはん、反映されてこう、スマホで撮ってんだ、この動画って。いうことでね。で、まあ中開けるとね、こういう感じでね。あれスマホで撮ってるの、これバレちゃうな。えー、いうことでですね。まあ中とかもね、あの、今回も、 あのジャケット非常にあの気に入っててですね「まあ、桃のバンドエイド」ってことで、まあ、バンドエイドと、まあ、バンドとかなんかそういういろんな要素をこう混ぜ込んだタイトルにしてるんですけれどもこう、ね、一枚紙になっていてでまあ桃ののんそうがねここら辺にあったりとか、ね、でこう裏をめくると歌詞がねこう縦書きの歌詞なんてなかなか見ないですからね。 これは結構気に入ってます、本当に。あの、いいジャケットを作ってもらったなと、本当に感謝しております。はい。それなんで、あのぜひね、皆さんには、あの、手に取っていただいてですね、あの、確かめてほしいと思ってます。でも、まあ、同時にですね、あの、サブスクの方も、あの、聞けるようになってるので、 あのまあ、もちろんね手段は選ばずとにかく聴いてほしいっていうのは大前提ありながらも本当にいい、えー、作品ができたのでぜひねこれ皆さん聴いてくださいね聴いてくださいねっていうかもうどちらかというと聴いた人が見に行ってる可能性もありますよねなぜならばツイッターで募集しましてねその感想聴いた感想とかをつぶやいてくださいねと。 いうことで、えー、桃のピンクチャンネル、は、あの、ハッシュタグ、桃のピンクチャンネルみたいな感じで。ね。ただね、それも本当はその生放送で、こうリアルタイムにこう見ながら、こう喋りながらみたいな時間を作りたかったんですけど、まあ無理。無理無理。それなんで、あのー、早めに来たやつね。 これもうすごいですよ。シンプル算数。シンプル算数を読みまして、えー、なんかこう、アルバムのね、話とかもこう、しながらっていう感じですかね。だからこれ、何を皆さんはこう、本来、期待してるのか分かんないですけどね。まず、あの、一曲ぐらいはやりますよ。一曲ぐらいはやりますけど、これ家ですからね。あんまりこう、ボリューミーなね、あのー、トーンで喋り続けるとね、本当にその近隣、 ね、近隣オブジョイトイっていう感じなんでね本当にこう怒られちゃうんでそこはまあ気をつけながらねって言ってもねまあコロナでねちょっとこうまた感染者数増えてるとか、まあ、オリンピックがあったりとかなんか結構こうねめっちゃくちゃな状態ですけれども、えーまあ、何はともあれですね、まあ、今日はまあそういった、えー、ものもね忘れられるような時間になればいいんじゃないかなと、えー、思います。 はい、それではですね、えっ、ー、と、アルバムの、えー、なんか情報とかをこう、ずるずる、まずご紹介していきましょうかね。あのー、もものようすけ .com という、あのー、一応僕のサイトみたいなところに、一応全曲解説みたいなものを、えー、結構、それすごいね、本当に、広辞ぐらいあるのかな。すごい文章量で。 あの書いておりますんで本当にねあのー、まあ、作品を聞いて、えー、見るもよし見て聞くもよしっていうね結構お好みがこう結構選べますんでねありがたいなっていうことですよねだからそこはまあ是非、あのー、お好みであのー、チェックしてください。 そして、えっ、ー、と、これ動画もまあ見ていただいてるんですかね。見ていただいてるっていうかまあ、桃野洋介ピンクチャンネルのね、もうこれをやるためにあの作ったようなものなので、ね、ファントムボーイズ・オン・ザ・ランの、えーまあ、先行配信と、えー、同時に、えー、MV をね、撮りまして、えー、そのミュージックビデオが、えー、見れるとなっております。 でね、あれも本当にそのね結構ねあの住宅地にあるそのレンタルスペースみたいなところであの屋上でね歌ったんですけどやっぱその、ね、極力こうと下げて下げてってねもう本当にこう絞って絞ってやったんでね暑かったしねそのあの時はすごい暑かったんでねでもあのー、やりましたね。 はい、であのー、ワンマンのあの弾き語りの時にあの話したことではあるんですけどあのー、一応ね子役の子とこうからんジェンガをやってるシーンがあると思うんですけどあの子役の子をそのなんかどういったイメージの子役の方がいいかなっていう時にこうね どちらかというと演技ができる子と,というよりは、なんていうのこう、本当のシンプル、シンプル子供がいいなという、無邪気な。そしたらね、本当にその蓋開けるとね、あのー、無邪気に拍車がかかりすぎてるぐらい無邪気でね、本当素直で。だからね、もうジェンガー、ジェンガーのゲーム性がほとんど無視されて、 なかなかここ進まなかったんですけどねでもやっぱ監督がいい感じにあれ撮っていただいてますねはいそれなんでねあのいい作品があのできましたはいそれとえっ、ー、とあとは多分こんなあとはまあツアーがね今ツアー中っていうことになるんですけどえ盆、ー、栽レコードまあこのアルバムね盆栽レコードから出てますけど その、えー、レーベルのツアーみたいなものが、えー、と7月からスタートしまして、えー、次が8月の、えー、1日ですね、えー、札幌のモール、えー、これはもう初めてモノブライトでワンマンをやった、えー、記念すべき場所なのでそこでまたねあのー、アルバムをリリース後に一発目にやるっていうねなんとなくこう縁のある感じがしますね、えー、大事な場所なのでぜひ なんか告知とかこんなずーっと延々と喋ってるおじさんの映像を見て皆さん10分経ってますからねほんとねお気の毒でねごちゅうっすえー、ありがとうございますっていうことでですねまあそういったライブがありますあとは弾き語りとかもねあのー、ありますんででまあ何はともあれねその記念で今日こうやりたいと思ってこう今流して てますけど本来のその何て言うのこの、えー、アルバムの特典としてのライブっていうのが、えー、アウトストアライブが8月の8月の5日にありますんででそれがあの下北沢近松で、えー、行われるアウトストアライブでこの、えー、お店でね アルバムを買った方にその応募券というかそういうものがもらえますんでそこからサイトに入っていただいて応募してくださいするとそのねその生桃ももの生の生のよっくんがねあのトークとあの、まあ、歌ですねそれを含めてだいたい1時間 ぐらいですかね。やりますんでね。そっちが本編とあの思ってくださいね。その時はこう、質問コーナーみたいなのをやろうとしてるけど、どうなってるかね。うーんっていう感じなんですけどね。あの、まあまあまあ、何をやるかお楽しみにということで、えー、よろしくお願いします。はい。そうなんですよ。で、本当にね、あの、じゃあちょっと質問をね、 いくつかあまあ、い,いくつかって,言っても3つですけどね。えっ、ー、とですね、これ、こういうのってあれなんですかね、この名前とかは読まない方が良かったりします。まあ、人によりますよね。えっ、ー、とね、じゃあ,、まあ、読まないどこかな、読まないどこかなっていうか、あの名前をね、伏せていきましょうかね。 えーっとですね、ソロになってからの3年間の集大成だなぁと聞いていていろんな場所での弾き語りが相馬灯になった「デモモモノ」で初めて聞いた曲が弾き語りでバンドでのライブでどんどん進化していってそれが形となった今回のアルバム「胸が熱くなるリリース」「おめでとうございます」っていうことなんですよね。ありがとうございます もともと弾き語りで、まあ、ソロとして活動始まったのがだいっと2018年からですねあの始まって、えー、その時にねその、まあ、物販がないのでグッズとかも、ね、何にも持ってないので、えー、とデモモモノというデモの寄せ集めみたいなねもうそれも、ね、1曲出来上がってるもんじゃないからねそのワンコーラスだったりとかそういったものがバーっと入った。 詰め合わせじゃないですけど、えー、そういう音源集を、えー、販売してましたね。で、その、えー、楽曲の中から結構、えー、ほぼほぼですか、そのミニアルバムと、ね、「桃のバンド」っていうミニアルバム出てますんでね。えー、それと、えー、この「桃のバンドエイドン」に入ってる楽曲も、えー、あると。 そそうそう,そうだからまあそういうね結構言ってしまえばもう本当に3年間の集大成って本当に言った通りな感じしますねなんかこう自分のこのソロでの活動で培ったものが、まあ、ガッと集まったということでねでも「デモモモノ」の曲もまだそのやってない曲とかありますけどほぼほぼなんですよねもうもうやったんでね それなんでだからもう結局そのアルバムを出した時点ではもう散々パラこうレコーディングも終わってこう何回も聴いた状態でこう今来てるんでそのね昨日とかもそのフラゲビフライングゲットできるよっていうことでそれをあのアルバムを改めて聴いてたんですけど次何しようかなの話になっちゃうんですよね聞きながらね。 そうなった時にね、その完全に新しかった楽曲っていうのがファントム・ボーイズ・オン・ザ・ランだけなんですね。それまではもうそれ以外の曲っていうのはまあ今までの作ったデモの中からまあリアレンジというかまあ新たにねこう直して作ったものにはなるので次はまあ真っさらに新しいものでやりたいなっていう気持ちもあるしまだまだ えー、デモの中でも、えー、好きな曲があ,のありましてですねそれを、まあ、うまくハマるんであればやりたいなと、えー、思ってますこれ楽しいのかな絶対楽しくないねこんなのダラ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 喋られてねああほんと気の毒ねであのー、まあまあいいんですけど次の、えー、質問に行きましょうかね えーと桃のバンドエイドリリースおめでとうございます、えー、弾き語りやバンドのライブで聴いた曲が CD だとまた違う仕上がりになっていて聴いていて楽しいです、えー、形や大きさの違う伴奏功セットみたいに聴く時の気持ちや状況それぞれにピタッと合う曲が詰まってるアルバムだなと思いましたということでこのピタッっていうのが多分その伴奏功の様相として あえてて言ってるんですだからまあ確かにその「バンドエイド」っていうその伴奏庫にちなんだそのタイトルだからその伴奏庫にちなんだこう気の利いたことをこう考えていてそのピやっぱピタッっていうね、まあ、ピタッとつきたいですからね伴奏庫っていうのはねだからそこにこうやっぱ焦点をこうやっぱねピタッこうねその擬音で。 その伴奏功をこう表現するっていうことを考えてますね。<laughs> 合ってますよねそれもね。それは絶対そうだなと思ってて。で聞く時の状況やそれぞれ合、まあ、う曲っていうまあもともと僕はね本当に雑念の塊の人間なんでねいろんなことを、えー、思ったり考えたりすることっていうのは多いのでね。 ま雑念だから絶対コンセプトアルバム作れないんだろうね。あの、ピンクロイドみたいにね。もう、プログレッシブロックとか。あとは、まあ、レディオヘッドとかみたいにね。こう、コンセプチュアルなアルバムを憧れるんですけどね。本当はやりたいんですけどね。なかなか。雑念、もう、雑念がもう、ほら。どうですか、これ。ね。雑念があの、前面に出ててね。もう、 おでこも子供の時から広いですしはいありがとうございますそしてもう一個ねえー、アルバムごちそうさまですっていう俺なんか何よアルバムごちそうさまですって食べ、食、食されましたはあそういうこともあるんですねあ そういうことですね。あの、スムージーあ。スムージーって来てるんでね。あの、典型的なスムージーっていう曲が入ってまして、誇、えー、り版と違った魅力でおもちゃ箱感が気持ちよかったです。あと、やっぱりコミックがとても好き。コミ、やっぱりコミックがとても好き。あのーまあ、スムージーにちなんでごちそうさまってことなのかな。そこをね、やっぱりこう、ワードとしてこう、気にしてる。 文章ですよねあのー「誇りであの典型的なスムージー」っていう曲があるんですけど、まあ、今回そのバンドバージョンにした、えー、典型的なスムージーということでこれねでもあの内訳がすあの非常にねあのー、2点3点こうややこしくてですねあのー、デモがあったんですねそれはもともとバンドっぽい感じなんですよ。 まあ今,その今回の,そのモ桃ノのバンドエイドに入ってるそのサビがあったりとかっていう。そこを、あの、誇りでやるときに、あの、ある意味、リミックスをかけた感じになるんですよね。で、それが先に出ちゃうっていうね。すごい斬新なことをやってまして。それを出したのは多分2000何、2000? すごい前ですよね。 え、15? えすごい前ですねだから先にそのリミックス的なものをやってで後でまあ元に近い形でやってるものが出るっていうねしかもその5年何年も経ってこれちょっと面白いですよねそういうねはい。 そんでねあのー、えこういうこんなに硬いすぎだよね硬いすぎですわもう30分以内には絶対終わるんでねすいませんねお付き合いくださいね、えー、あとこやっぱりコミックがとても好きということでそのコミックに関してはあのー、下北沢のねあのー、ク,ラクラファンの、えー、提供楽曲として弾き語りバージョンをあのー それなんで「ましも北沢」のイメージでということで、えー、コミックね作りましてでこれすごい青春自分の思い描くちょっと青春が詰まっただから僕もこう聞いてて、まあ、自分で聞いててもちょっと懐かしいようなあのギターアレンジだったりとかまあ本当にそのねえー、とティーンエイジファンクラブとかその90年代の あのギターポップというかそういう洋楽のエッセンスというかそういうものをふんだんに入れてますまあ90年代の洋楽っていうのは結構本当にテーマでねあったんでね多分懐かしい人には懐かしく聞こえる作品なんじゃないかなとこれね思いますはいありがとうございますということでええー、ねもう読み終えたんで 本当はね、生配信だとこう、もっとメッセージがあるかもしれないね。でもそうなると僕なんかも、ただでさえこうやってね、一人でなんかガンガン喋るタイプなんで、もう長くなっちゃうからね。そういう意味では、この、半生配信っていうのは良かったのかもしれないですね。もう、だって僕もこれ、想定何分だと思ってます。本当は僕、10分、15分ぐらいが、まあ、コンパクトでいいなと思ってやってるのに、もう今21分とかね。 立ってますんでねそしてこの音,音チェックとかも何にもせず始まってるんでね本当にノイジーなノイズが入っててももうお構いなしだしねだって生生ですから僕からするとだからもうそれはねもうトラブルということで、あのー、感じていただけるともうこれちょいちょいこうダジャレ <laughs> というかねなんかそういうのが出ちゃうのがまあ38ですよねすごい。 っていうことでですね、あのーまあ、本当に嬉しい作品です。で本当に僕、あのーまあ、いろんなとこでも言ってますけど1、あのー、人で作ったとは全然思わないですし、ねまあ、それはもうバンド、ね、モノブライトの時からそうですけどもう本当にこう、ね、こ,こまで、えー、この年齢まで音楽を続けられてるのにはもう完全に人の力があってですね それこその自分であると、えー、本当になんかこう、あのー、皆さんにね見出されてあのこうやって、えー、作品を作り続けられておりますそれなんであのー、もちろんね音楽好きだしそういう音楽を作っていきたいっていう気持ちもあるけど、えー、それだけじゃどうにもならないと思ってます僕はだから、えー 今回は本当に嬉しい作品になってます。だからね、これは本当にこう、いつまでもね、ちゃんとこう作ってね、えー、作品をお届けできるように、ちょっと頑張りたいなと、えー、思ってますんで、応援よろしくお願いします。はい。じゃあ、最後に、えー、そのアルバムの中から、ちょっと弾き語りバージョンで、えー「ファントム・ボーイズ・オン・ザ・ラン」をお届けして終わりたいなと。 思いますね。あるんですよ。ギターね。ギターってあるんですよね。えーと、でもあれピックがどっか行っちゃったのかな。ね。これもねありましたね。どうなんだろう。ちょっとねチューニングだけさせてくださいね。 生っつってもこう生放送にの乗っ取っ,ってますんでね止めないですからまあ止めないですからってなんか偉そうに言ってもね止めていいものができるんだったら止めた方がいいですしね本当はねなんかチャンネルっぽくこうなんかイントとかあるといいんですけどねちょっとね まだちょっと試験的な感じになってるんでねはいじゃあえっ、ー、と最後に、えー「ファントム・ボーイズ・オン・ザ・ラン」の弾き語りバージョンをお届けして、えー、お別れとなります聴いてください「ファントム・ボーイズ・オン・ザ・ラン」 改めてリリースしました。モモのバンドエイド。ぜひ聴いてください。サブスクね、Apple Music とか Spotify とかそういったものでも聴けますし、もちろんお店ね、CD ショップに行けばこれがね、ありますんでぜひ聴いてください。はい。ということで、以上となります。 どうですか、ね、お楽しみいただけましたか、ねえー、ということで、えー、またね機会があれば、えー、こういった、えー、今度はね生配信で何かをお届けしたいなと、えー、思っておりますんで、えー、よろしくお願いします。ということで以上「桃の陽介ピンクチャンネル」でしたバイバーイ